んにちは、島崎遥香です。今日はなんとロフトさんにご協力いただいて貸し切りということで開店前に来させていただいています。なんで来ているかというと、藤森さんがお誕生日だった。やば、メール送ってない藤森さんの誕生日プレゼントを選びに来ました。ロフトさんに、ロフトにやってまいりました。イエーイ。まさきはるかちゃんが誕生日ということなので、ロフトでね、ちょっと誕生日プレゼント選んでいきたいなと思います。何が喜んでくるのか全く分かんなくって、ちょっとこじさんにも相談しながらちょっと今日選んでいけたらいいなって思うんですけど、お願いします。何でもあるんですよね、ロフトさんは。こんなに、だってコーヒーと料理はハマってますね。料理、はい、料理するようになったんですか。はい、なんか、ああ、じゃあキッチンとか。じゃあ4階、3階ぐらい1階住んでます。でもさ、自分のさ、はい、なんか欲しいものもあるかもしれないから見てみたいですよ。見ましょう、せっかくな貸し切りだし。だってこんな贅沢なことないですよね。ないですよ。リュックとかって、でも藤森さんってハイブランドのものですよね。うん、確かに。最近セリーヌの新しいやつ持ってましたね、流行ってるやつ。ミーハーなのかな。なんだろう。キャンプとか？お買い物袋だ。エコバッグ。エコバッグ欲しい。結局自分の買い物。今使ってるエコバッグって、うん、どれぐらい使ってるんですか。2年は使ってるかな。猫ちゃんの超かわいいじゃん。これ買おうかな。ママにも買おうかな。ママ使うかな、エコバッグ。使ってるとこ見たことないな、ママが。持ってないからじゃないですか。そっか。黒と赤どっちがいいかな。じゃこれ。やばい、爆買い始まっちゃうかも。あれ持たないとね。カゴ。ボール&ショーまで売ってるの。すごくない？ここは？ここインテリアです。インテリア、引っ越したばっかりだからいいかも。確かに、おしゃれな掃除用具とかもう結局自分のお買い物じゃない。企画変わっちゃってません？ロフトで爆買いに企画変更ああ、これも買い替えたいって思ってたんだよな。すぐカビちゃうんですよ。売ってるわ。でももうすでにカビてるからな。うわ、枕も欲しいと思ってました。枕、おー、枕もさ、無限だから悩んじゃう。即決で欲しいと思ったものを買うことにする。なるほど。悩まないで、悩んだものは買わない。おー、すごいな。何これ、何、ドラゴンボールみたいな。ドラゴンボール知らないけど、うわ、封鎖されてる感じ。吸収してるんですかね。異空間って書いてます。うん、だそれで本とか読むんじゃないですか。あー、めっちゃ集中できそう。これ置くとこなくないですか確かに相当広いお家じゃないとペット用品。最近ワンちゃんが我が家に来たんですよ。名前は、うん、名前非公開おもちゃはお気に入りはできてるんですか。おもちゃね、実は1個しかなくて、だから買ってあげたいんですよ。そのラテとか可愛いですよ、コーヒーとか本当だ、コーヒーだ。あー、もうすぐ噛みちぎって。いや、やんちゃっこでもなんですか。もうだってほら、これ甘噛みですけど、遊んでてもこうやって本当だ、歯が好きかな。下の階、おー、お弁当ですね。ここはお弁当コーナーだ。弁当作んないもんな。もしかしたら今後、うん、ゲストにお弁当作ってドライブトークとかもあるかもしれないですね。いますかね、お弁当箱。やんないか。やんないでしょ。やって1回ですよ。確かに
羊羹バイキングだって。面白い。あ、エプロン。まあエプロンなんてでも使う、わざわざ使わないよね。でもエプロンは使います。エプロン買ってもらえればそれ言いたいから料理企画ちゃんと増えるんじゃないかな。プライベートでは絶対つけないと思うんですよ。持ってなさそう。持ってない。自分で買わないもん。エプロンいいんじゃないですか。本当ですか。候補に一旦候補1、うん、候補1エプロン。ここコーヒーコーナー。あ、コーヒーだ。コーヒー全くわかんないんですよ。コーヒーにハマってるんですか。ずっと好きなの。ドリップのコーヒーを、はい、あの紙フィルターのやつ、こうパカッてやってこうすぐに粉が入ってるウォーターサーバーで無理やりお湯入れてますね今。ミーンって言ってこれなんかロックしちゃうの。賢いなこの子。ほら、そうするともう出てこないよ。面倒いじゃん。またこれ3秒押さなきゃいけないから。はいはい、うん、だからもうこうやってちょろちょろ。お湯入れる器具がない。ウォーターサーバーから入れるのとは違うんだ。へえ、どういうのを持ってるんですか。こういうのを持ってるってこと。いや何も持ってないです、しのさん。でもコーヒーにハマってる。はい、楽だからそれにはあえてしてんのかな。多分これにしても使わないかな。あったらでも使うんじゃないですか。おしゃれだったりとかしたら。わざわざコーヒーのお豆買って、これを小児さん任せになっちゃうの。でもなんかおしゃれなの選んでけば、とりあえずしんごさんはモチベ上がりそうじゃないですか。コーヒーのモチベーション、普段プレゼントするときはどういう基準というか、どういうふうに選ぶんですか。私本当にプレゼント選びが大の苦手で、友達とかにももうそうそうタンプレとかあげないんですよ。本当に苦手すぎて、誕生日プレゼント選ぶっていうことが結構ストレスなんですよね。私の性格上ストレス動画だ。ストレス動画。いらないものもらってもありがとう嬉しいって言うじゃないですか。でもその本音はどうなんだっていうことを考えちゃうから、それでプレゼント選びが苦しくなるんですよ。なるほど。意外と自分で買うのが苦手な人って、うん、はい、結構嬉しいですよ。あ、そんなのあるんだっていう喜びというか。シンクさん意外と自分で買うの苦手なタイプだと思うんで。へえ。それこそやっぱエプロンとかもありですよね。そうですよね。自分でエプロンって買わないもん。買わないし、どういうの買っていいか僕も分かんないし。うんうん。そう、買わないようなものがいいですよね。うん、けどもらって使えるもの。うん、多分慎吾さん的には普段の動画で使えるようなものの方が。そっか、やっぱ YouTube だし動画で使えるものがいいですね。うん、いいかも。でお料理始めたっていうのは本当なんですか。はい、どうしちゃったんだろう。料理動画が増えます。すごい、パインアメの洗剤。はあ、めっちゃパインアメ、すごい。私結構女子じゃないから、こういう詰め替え用のものを直接使ってるんですよ。詰め替えずに。はい。詰め替え用のが 大容量じゃないですか。安いし。そう。いや、できないできない。藤森さんには。できない。難しい。ここに何を入れてとか多分覚えられない。はあ。じゃあやっぱエプロンかな。あ、あった。私が欲しかったやつ、3年日記、5年日記、渡辺直美さんの YouTube 生配信見てて、なんかこうおすすめだよみたいな。なんで3年とか5年必要なんですか。こういうことがあったら一言二言書いて、そしたら同じページに来年のその日があるんですよ。再来年の、だから同じ日に何をしてたか見返せたりとか。なるほど。あの紙に文字を書くことってすごい大事なんですって、精神的にも。だからいいかなと思って。3年と5年どっちがいいかなあ。そうそうそう、こうやって、だから3年分
水色だ。これにした。決定。やった。どうします？しんごさんのプレゼント。忘れてた。もっと自分の買い物したいなって思って。じゃあやっぱエプロンにします。どれがいいかな。なんかこんな色好きなイメージじゃないですか。ですよね。意外と分かってる私。これにするか。これは、あ、在庫切れ。今選んだのがこれ。ワークエプロンってさ、これでもキッチンのエプロンじゃないですよ。DIY とか。上じゃないですか。DIY コーナーじゃないですか。本当に？でも使えなくないですよ、はい。別に。DIY とかもやると思うんで。あ、そうだ。うん、じゃあこれで決定。では無事コジさんありがとうございました。一緒に選んでくださって。おかげでいいプレゼントが買えたので。それを今度藤森さんに私に行くプレゼントを私に行く動画も撮りたいと思っているのでぜひ皆さん楽しみにしててください。今このすっごい大きいのが実家にあるんですよ。チャリーちゃんが欲しいと思って。でも8種類の中からこのチャリーちゃんを当てたいんですよ。がもう外れたとしてもこのキッズチェアの方特別に開けさせていただけるということなので、ここで緊張する。だってこれね1個500円もするんですよ。開けますね、はい、緊張する。開けてみずに、はい、視聴者にまず どうですか。はい、これ僕買ってみていいですか。本当ですか。本当に、はい、それはコジさんが開けた方がいいんじゃないですか。いや開けてください代わりに。これにします。でこれで当たったらトレードしましょう。お仕事カラーラック足りてないんで家優しい。いきますよ、はい、なんか袋じゃない。プチプチに。ちょっとわかん、こっからは何か見えてないです。プチプチに包まれて、さっき袋だったもん、透明の。そうだ。これプチプチだ。どうぞ。ああ、惜しい小路さん。え？二番目に欲しかったやつ。そっちだ。チェアだ。じゃあそれ交換しましょう。いいんですか？僕ちょっとちょうどいいです。これだって小路さんどこに飾るの？何よ？なんか SD カード入れに。おお、うん、優しい。え、嬉しい。これちょっと開けてみましょう。それかわいい。ワンちゃんがちっちゃくいるんです、ここに。おお、ほんとだ。かわいい。楽しかった。こういうのはあんま やんないから。え、ガチャガチャとかやんないですか。昔やりましたけど。ガチャガチャとか言っても面白いかもしれないですね。そうですね。楽しかった。ありがとうございます。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。